昨日、裾野市の交差点で軽トラックと自転車が衝突する事故がありました。自転車に乗っていた男性が頭を強く打ち、渋滞です。昨日午前11時20分ごろ、裾野市茶畑の交差点で軽トラックと自転車が出会い頭に衝突する事故がありました。 この事故で自転車に乗っていた市内に住む54歳の男性が頭を強く打ち、病院に搬送されましたが渋滞です。軽トラックを運転していた54歳の男性にけがはありませんでした。現場は信号機のある交差点で、警察によりますと軽トラックは南に、自転車は東に向けてそれぞれまっすぐ進んでいたということです。